嫁名の果女、花が散ったものを含む。嫁名は、菊花の多年草。道端で見かける野菊の一種。本州中部異星、四国、九州に分布する。中国には一部で帰化しているらしい。道端にごく普通の植物であるが、山間でも見かける。やや湿ったところを好む。 道端で見かける雑草に類する植物で、秋に薄紫か白い菊の花をつける。ただし、よく似た姿の菊類は他にもいくつかあり、一般にはそれらをまとめて、嫁名と呼んでいることが多い。いわゆる野菊に類するものである。地下茎があり、小さな群落を作る。茎は高さ50から100センチメートル以になり、上の方で枝分かれして、小さな茂みを作る。葉は、 卵状大型で荒く低い巨子がある。色は深緑で艶があまりない。周辺には浅くて大きな巨子がある。秋に茎の先端から家茎を伸ばし、その先端に花をつける。家茎は基部で少し枝分かれする。花は、いわゆる野菊の花である。外側にはサジ型の白い絶情花が並び、内側には黄色い環状花が密生する。花が落ちると、 あとには、種子が並んでいるのが見える。種子には、タンポポのような感毛は、全くなく、タイルが並んでいるような外見となる。ヨメナの染色体数は 2n イコール63で、これは中国から九州に入った大湯がぎくと、南から侵入した小メナの後輩で生まれたと考えられている。わかめを摘んで食べる。古くは、万葉集の時代から使われていたようで、おはぎ。 あるいは、ウハギと呼ばれている。嫁なご飯なども有名。名前の由来は嫁なとも嫁なとも言われ、はっきりしない。一説には、美しく優しげな花を咲かせるため、嫁の名がつくと言われている。なお、の菊を、嫁なの別名とする記述が、国語辞典関連ではよく見られるが、植物図鑑では、嫁なの別名としての菊を挙げた例はない。雑草に類するものであり、見れば、 美しいと思うかもしれないが、積極的に育てられるものではない。駆除しようとすると地下系があるから厄介者である。この属は東アジアに約10種、日本には6種が知られる。日本のヨメナ属のものはオーバーヨメナを除いてどれもよく似ている。の根肉の果女、綿毛が見える。一般にノギクと言われるものには様々なものがある。 見かけの随分違うものも多いが、嫁ナに類似の植物はかなり多く、区別が難しいものもある。特によく似ているもので最も普通なのがのギク、キートムである。草の姿、葉の形と非常によく似ている。区別点の一つは、花序の形で、嫁ナが花序の基部で分子し、個々の花の柄は長いのに対してのギクの花序は途中から、 上の型で分子するので、個々の花の柄は短い。記憶用にはこれを称して、嫁名は、花の下が長いという。また、嫁名の葉がほとんど無毛なのに対して、のギ菊は細かい毛がある。もっと確実に判断するには、種子の感毛を見ると良い。嫁名は全くないのに対して、のギ菊の場合は立派な感毛が多数ある。花が落ちる頃には、ブラシのような姿になるし、 花が咲いていても、それを蒸しれば確認できる。かつては、ヨメナ属キャリマースに分類された。シオン族アスターとは、痩せかの上端に感毛が発達しない点で異なるため、別属とされた。しかし、近縁であることは、以前から認められ、近年では、シオン族にまとめる考えが、主流になりつつある。岩月秀明、街でよく見かける雑草や野草が、 よくわかる本週話システム2006年11月5日 ISBN4 から798014850ピアニッシモ468から469高辞園、岩波国語辞典などありがとうございます